昨日午後、岐阜市内の両陛下が滞在するホテル前で提灯奉迎が行われました提灯奉迎は市民が提灯を振って両陛下の来県を歓迎する行事で両陛下も部屋から提灯を振って答えられました両陛下は訪問の感想を側近を通じて発表し提灯奉迎を含め 多くの県民の皆さんに温かく迎えていただいたことに感謝いたしますと伝えられましたこれに先立ち両陛下は国民文化祭と全国障害者芸術文化祭の開会式に出席し出演者と交流されましたま陛下は朗読を担当した視覚障害がある高校3年生の女子生徒をねぎらわれました